はい、皆さんこんにちは。村長です。久しぶりのサウンドコーダーです。今日はオーディオの録音とテイクを取っていくときのコンピングについてもお伝えしたいと思います。案外簡単なようで使っていない方が多いスタジオワンのテクニックです。村長ミュージックスタジオ。 まず、オーディオトラックを作ります。右クリックでモノラルでいいでしょう。僕のオーディオインターフェイスのチャンネルは、チャンネル二がマイクです。録音待機状態にしましょう。今、このように画面でインジケーターが動いています。次にすることですが、まあ今回は一応メトロノームをオンにします。 そして！設定で今プリカウントが1小節になっています。それを確認したら、画面下のこの丸いボタンを青く点灯させます。そして、次の準備がこれも小さなアイコンなんですが、ここにギアマークがあります。そこで録音モードの画面を出します。ここに今青。く 点灯していますが多分最初に開いたときはここが点灯していませんここを点灯させます準備はここまでですじゃあ録音をしてみましょう右の下の録音ボタンもしくはテンキーの小目印でスタートが始まりますあ、あ、あ、あ あ「ああああああ」このように録音をすると2つ画面が出てきます2つ目のところが今の第一テイクと考えてください次のテイクを取っていきます「ああああああ」ああああ このようにすると、2つ目のテイクが取られます。そして、これの欲しいところ、いいところだけを抽出していくことをコンピングと言います。この下の2つのトラックにアイコンを持っていくと、このように文字を入力するような、i のマークのアイコンが出てきます。そこで、欲しいところをドラッグします。 すると、上に行きます。次は、第一テイクの部分を採用します。このようになります。そして、次からも同じように欲しいところを、このようになぞっていきます。とっても、やってみれば簡単なことなんですが、多分、あまり使われていないのではないでしょうか。 皆さんも録音テイクをうまくコンピングして素早い編集をやってみましょう。尊重でした。